objetivos tenés en estos partidos? ¿Está Suárez? ¿Hablaste con él? スーパーサブみたいな形で使ってらっしゃいましたけれども、もう十分先発からいけるんじゃないかというふうに思うんですが、今新しい出発としてどのような試合をまず見せたいかというのを聞かせてください。皆さんこんにちは。いつもたくさんご視聴いただきありがとうございます。そして今回も200ライクで日本対ウルグアイのレビュー動画をアップロードします。その動画では試合後のインタビュー、まあ、その特にウルグアイの選手たちが、日本代表を評価する、動画をアップロードしますので、たくさんの高評価をよろしくお願いいたします。そしてもちろんこちらはプレビュー動画になりますので、日本対ウルグアイのスコア予想を下のコメント欄に書いていただければと思います。スコア予想プラスゴールスコアラー1人書いていただいて、両方とも当たればスポーツピークのオリジナルステッカーもプレゼントしますので、たくさんのスコア予想をお待ちしております。そしてこちらが今現在のスコア予想ランキングになりますが、今現在、HRK さんが11ポイントで1位となっていますが、まだまだ6月まではたくさんの試合がありますし、4点差以上のスコア予想を当てた方には2ポイントとしてこのスコア予想ランキングにカウントしますので、まだまだ誰にでも1位になる可能性は十分にあると思います。1位になった方は6月にユニフォームをプレゼントします。そしてこちらがこの1ヶ月間の間、4月15日までにチャンネル登録してくれた方1名にスポーツフリークのオリジナル T シャツ、またはレアルソシエダードの T シャツをプレゼントしますので、たくさんご登録お待ちしております。では今回の動画は、試合のプレビュー動画になりますので、今回訳した動画の一番最後には、日本対ウルグアイのスタメン予想であったりスコア予想、過去の対戦、そして、今現在のその両チームの調子についても話しますので、で、そして一番最後には FIFA のランキングも見せますので、一番最後までこの動画を見ていただければと思います。では今回訳した動画はこちらになります。で、まあ、森保監督の新しい出発としてどのような試合をまず見せたいかというのを聞かせてください。選手たちには今自分たちが持っている、この力、そして、チームとしての戦いの中でベストを尽くして戦ってもらいながら、今の最高の、このパフォーマンス、チームのパフォーマンスができるように、思い切って、プレーしてほしいなと思います。これまでの、カタールのワールドカップまでのチームの積み上げ、そして日本のサッカーが積み上げてきたことを生かしながらも、これから2026年に向けて我々が何を作っていけるかということ、新しい目標に向かって、新しい大会に向かって我々がチャレンジをしていくということを選手たちには思い切って表現してほしいなと思っています。ワールドカップの時、森保監督は三笘選手をスーパーサブみたいな形で使ってらっしゃいましたけれども、もう十分先発からいけるんじゃないかというふうに思うんですが、今彼の起用はどういうふうに感じてらっしゃいますでしょうか。そうですね、基本的には今日の練習を見て決めますけど、三笘は明日先発で、使う予定に、しております。でワールドカップの時に、力がないからサブであったわけではなくて、彼はワールドカップの時点でも先発で、できるだけの力は、あったと思いますし、ただ大会に入ってくる時の彼の状態は知っておられる方とそうでない方はおられると思いますし、コンディションが 100% だったかというと、いろんなことがあってアクシデントがあって 100% じゃなかったりということと、あとは、まあ、今後どうしていくか分からないですけど、チームで勝っていくということが非常に大切だと思いますので、まあ、本人 の力は認めながらも、どうやってチームで勝っていくかっていうことをやっていければなと思います。Obviamente que preparar el partido para ganar, como hacemos todos los entrenadores. Obviamente que es especial por el viaje, que es un viaje muy largo. La estrategia para los partidos tenemos que tener muy en cuenta eso, las horas de viaje de los jugadores. Ojalá que podamos hacer un buen partido, dejar una buena imagen, porque obviamente representar la selección de Uruguay significa mucha responsabilidad. Son dos equipos fuertes que han tenido un buen mundial y bueno, ojalá que podamos ser competitivos. ¿Por qué no está Suárez? ¿Hablaste con él? No solo que se olvide, no quiero nombrar nombres particulares, pero sí hay jugadores que no tienen la necesidad de mostrar nada a la selección para un partido y bueno, es una buena oportunidad para otros jugadores que tienen que sumar minutos en selección. Y bueno,
Esa es un poco la idea también, no exigir a jugadores que están recién llegando a clubes nuevos, que tienen mucho más para perder que para ganar, y creo que la selección también es una buena, es una buena oportunidad para que tengan la oportunidad. では今回訳した動画はこちらになりました。そしてまた200ライクで日本対ウルグアイの試合後のインタビューを、アップロードしますので、たくさんの高評価をよろしくお願いいたします。こちらが予想されているフォーメーションになりますが、日本代表に関してなんですけれども、まあウルグアイと、コロンビア、来週のコロンビアの試合があるので、まあ、おそらくなんですけれども、どっちかで、まあ、いろいろメンバーを試すと思うので、どちらかというと、ウルグアイ戦よりかはコロンビア戦で、本当にガチメンバーで行くのかなっていうふうに思ってます。特にヨーロッパから長い旅で日本に来ているので、そのヨーロッパ組の選手はこの試合では出さないのかなっていうふうに個人的には思っています。そして、まあ、コロンビア戦ではそのガチメンバーというか、まあ、そのヨーロッパでプレーする選手たちを出すのではないかと個人的に思います。こちらが日本対ウルグアイの過去の対戦になるんですけれども、日本は1勝、ウルグアイ2勝で1回引き分けています。一番最近の試合なのは2019年の6月、そのコパアメリカで、ウルグアイと日本は2対2で引き分けました。その1年前に2018年には4対3でなんと日本がウルグアイに勝っていて、あとは2014年、12年にも対戦があったんですけど、両方ともウルグアイがものにしています。そしてこちらが、ここ最近のその2チームの代表の、スコアになるんですけれども、まずは、ホームである日本から見ていきたいと思います。日本は、ワールドカップ前の親善試合では、2対1でカナダに負けたんですけれども、ワールドカップの開幕戦では2対1でドイツに勝って、その次の、週には、コスタリカに1対0で負けたんですけれども、なんと、スペインに2対1で、勝つことができた。そして残念なことにクロアチアに 1-1 で引き分けて PK 戦で負けてしまいました。ウルグアイに関してなんですけれども、ワールドカップ前の親善試合では1-0でイランに負けて 0-2 で、カナダに勝っていたんですけど、ワールドカップでは韓国に0対0で引き分けて 2-0 でポルトガルに負けて 2-0 で今度、ガナに勝ったんですけれども、グループステージを突破するには不十分だったのでここで敗退してしまいました。まあ、親善試合であるっていうこともあるので、まあ、その両チームともどれだけその真剣にこの試合に挑むのかっていうのがわからないんですけども、予想としては 1-1 を予想しています。まあ、そんなに多くのゴールが決まらない試合になると思うし、まあ、0対0または1-1で迷ったんですけれども、まあ、1-1というふうに予想しています。そしてこちらが今後の日程になるんですけど、まあ、もちろんこの24日にはウルグアイ戦があって、その次の週には28日には、火曜日にはコロンビア戦を控えています。そしてこちらが今現在の FIFA ランキングになるんですけど、日本はなんと20位まで入ることができていますし、今回のウルグアイとコロンビアに関してなんですけど、16位と17位のチームとの対戦になります。ご覧の通り、まあ、まだ、ブラジルが1位で、一番右側に書いてあるのが1840というのが、ポイントになりますので、ブラジル、アルゼンチン、フランスというのは、まあ、本当にポイントがあまり変わらない状態であります。で、あとはヨーロッパ組が、ほとんどですね、まあ、そのベルギー、イングランド、オランダ、クロアチア、イタリア、ポルトガル、スペインというふうになっています。まだスコア予想を、書いてない方は、このコメント欄に、ウルグアイ戦のスコア予想書いてみてください。いつも通りチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。毎日のように新しいコンテンツをアップロードしていますので、通知をオンにしていただければ新しいコンテンツを見逃すことはないです。